人生にサプライズをまこなりです。絶対やめろ、大人がやってはいけない文章の書き方トップ10を紹介していきます。長年教育事業に取り組んできて断言して言えることがあります。文章を書く力イコール年収です。なぜあなたの年収が上がらないのか、文章が書けないからです。私仕事でそんな文章書かないし関係ないよって思った方、そんなあなたこそ文章を書く力を磨くべきです。なぜ文章を書く力を磨くべきなのか、一言でまとめるんだれば、文章を書くとは考えることそのものだからです。もう一度言います。文章を書くというのは考えることそのものです。ここからあなたの人生を変えるめちゃくちゃ大事な話をするんで、よく聞いてください。あなたはこれまでの人生でもっとよく考えなさいと言われたことあるはずです。でも考えるって何ですか？あなたのことが好きです。付き合ってください。ありがとう、ちょっと考えてみるね。社長、先週プレゼンした新商品採用してもらえますか？まだちょっと考えてる。考えるって何？具体的に何すんの？考えるって言った瞬間からずっと思考し続けてるの？結論出すことから逃げてるだけじゃないのって思いませんか？実は考えるっていう抽象的な言葉は次の2つの意味で私たちは使っています。1つ目、論理的納得感を高めること、もっと効率よい方法を洗い出すことです。で、2つ目、感情的納得感を高めること、気持ちを整理することです。人は考えること自体を目的にはしません。次のアクションをどうするのか決めること、意思決定が目的です。意思決定のために考えるんです。人は考えることで論理的納得感と感情的納得感、この両方が揃って意思決定できるんです。私たちの人生というのは毎日の考えをやった末の意思決定の連続でできています。あなたが今やっている仕事、住んでいる場所、食べているもの、付き合う人、日々の幸福感、目の前に広がる景色は全てあなたが考えた結果です。ってことは、考えるってめっちゃ大事じゃないですか。大事どころか、考えるってもう人生の全てなんですよ。でも私たちは考えるが何なのかよく分かってない。あなたは説明できない。考えろって言われて何をしたらいいのか分からない。正気ですか？そんなんでどうやって今の人生をもっとよくできると言うんですか？でも安心してください。あなたは今日ここで考えるの正体を知ります。ズバリ、考えるとは文章を書くことです。考えるというのは抽象的な言葉なので人によって解釈がずれますけど、あなたは今日から考えるとはすなわち文章を書くことなんだと理解してください。文章を書く以外は考えていない、考えているふりです。文章を書く以上に考えるためのいい方法があれば誰か教えてください。私は10年以上教育事業に携わってきて、論理的思考力の講座もやりましたし、その時に自らカリキュラムも作りました。ベストセラーのロジカルシンキングの本を出している著者とも話しました。考えるために文章を書く以上に良い方法を知っている人はいませんでした。考えるための最良の方法は文章を書くこと、断言できます。じゃあ一体なぜ文章を書くことが考えるための最良の方法と言えるのか。先ほど考えるというのは論理的納得感を得るため、感情的に納得感を得るため、この2つのために行うと話しました。文章を書くことでこの2つのことを同時に処理することができます。人間の脳は直感的に早く思考する脳の部位とじっくり深く考える脳の部位があって、どちらもとても重要です。ただ論理と感情の問題を処理するには後者のじっくり深く考える脳の部位を働かせないといけません。例えばパッと直感的に思いつくジャストアイデアはまだ論理的だとは言えないでしょうし、パッと浮かんだ感情だけで判断するとろくなことがないでしょう。論理的納得感、感情的納得感を高めるためにはパッと判断せずに一呼吸して落ち着いて、自分がどんなロジックを持っているのか、どんな感情を抱いているのかを文章に起こすのが最良の手段です。あなたが人生をもっと良くしたいんだったら、もっと文章を毎日書くべきなんです。私たちは無意識に世の中ってこういうもんだよね、人生でこんなこと起きると悲しいことだよねとラベリングをして、直感的に早く思考する脳の部位で楽に処理しちゃってます。きっと私の話もはいはい分かってますよと聞いてるでしょう。まさにそういった反射的な判断の連続こそが人生が変わらない理由なんです。じゃあ書くって具体的に何をすればいいのか。私は最初は深く考えすぎずに雑にボールペンで自分の考えていること、思いつくことを書き殴って、その後相手に伝えるときにパソコンやスマホでタイピングして文章にすることをお勧めしてます。文章を書く素晴らしさはここまで話したような自分の意思決定の質を上げることだけではありません。文章を書くことで人間の持っている最強の武器の性能を極限まで高めることが可能になります。人間が持っている最強の武器、何か分かりますか？人を動かすことです。自分がやらずとも別の人間に自分にとってメリットがある行動をさせ
させることができる。これがめちゃくちゃ強力な武器です。仲間と協力することによって人類は繁栄したと言っても過言ではありません。一人できること、たかが知れてます。世の中で成功者と言われる人たちは皆人を動かすことに長けています。人を動かすのは論理と感情です。どちらか欠けていてもダメです。正論をぶつけるだけだとうざいけど、正論でも情熱的なストーリーに乗せて伝えたら、あ、自分もやろうかな、その夢に乗ろうかなと思える感動的な話になります。ただパッションだけの暑苦しいスピーチ聞かされるとうざいです。だけど誰もが納得する事実に基づいた論理があれば納得してもらえます。文章を書いて言いたいことを整理すれば、思いつきで話すよりもはるかに論理と感情を乗せて人を動かすことができるようになります。文章というとね、ノートのような文章で書かれた記事や LINE のようなチャットを使うことを考える人が多いと思うんですけど、この動画だって元々の企画は文章で作られてます。 YouTuber としての私の仕事はカメラの前で話すことではありません。カメラの前でこうやって話すのはおまけ作業で、本質は原稿執筆作業です。私は演者ではなくて作家です。物書きが自分の原稿をこのカメラの前で読み上げているだけなんです。ここまでの話をざっくりまとめると、文章を書けば書くほど毎日良い意思決定ができるようになって、人を動かせるようになって、仕事の質もプライベートの質もぶち上がるよって話でした。今回はあなたのお役に立てるよう、もっと具体的な文章の書き方話していくんですけども、その前にもっと土台となる文章力イコール考える能力そのものだよ、人を動かせてすごいよっていう話を伝えたかったんです。だってそもそもみんな文章を書いてないんだもん。私は4年間で本50冊相当の原稿の文章を書いていますし、毎朝紙に書き出すこともやっています。私が YouTuber になれたのは偶然ですけど、その偶然を生み出したのは文章です。最初からこんなにペラペラ話せませんでした。考えてるんです。考えるとは文章を書くことです。ではやっと今回の本題、大人がやってはいけない文章の書き方です。多くの人が当たり前に書いている文章の書き方、間違ってます。ここまで話したように文章を書くのはめちゃくちゃ大事で、人生を変える魔法のツールなのに、私たちは小学生の頃から最低限の文章の書き方しか教えてもらってません。国語の先生は教科書通りか受験対策のことしか教えてくれません。それが彼らの仕事ですから仕方ないんです。大人になって社会人になって働いて、一体どんな文章の書き方をすれば効率がいいのか誰も教えてくれないので、私が教えます。大人はこんな文章を書くなよって話をランキング形式で10個紹介します。ではトップ10スタートです。大人がやってはいけない文章の書き方第10位、しかしがですがを使う。しかしがですがというのは逆説の接続詞です。前に言ったことと逆のことを言うときに使います。この料理の見かけは最悪だ、しかし味は良いみたいな感じです。あなたもよく使うと思うんですけど、こういった逆説の接続詞使わないでください。この主張はかなり賛否両論あると思います。ただ私は逆説を基本使うべきではないと長年主張し続けています。理由を一言で言えば、メリットに対してデメリットが大きすぎるからです。逆説の接続詞のメリットは強調です。まこなりはいいことを言ってる、しかし滑舌が悪いから全て台無しだみたいに、最初に逆のことを言うことで後の表現を強調することができます。でも言ってしまえばそれだけです。これは物語を作るときは便利で絶対必要です。うちの高校の野球部のエースピッチャーは調子が良くて甲子園に確実に行けると言われていた、しかし大会直前に事故で骨折して投げられなくなってしまったみたいな、まさかの展開を作るために逆説は必要不可欠です。だけどそんな面白い物語を作る場面じゃなければ使わない方が絶対いいです。なぜかというと前置きが長くなってしまうから。例えば私の部下がこんなことを私に言ってきました。まこさん、今週のプロジェクトはスケジュール通りに順調に進んでいて、このまま行けば予定通りに完了しそうなんですが、今週の定例会議は準備が間に合わなくて来週に延期しないといけません。長い。最初のスケジュールの下りどうでもよくて、今週の定例会議は延期させてください、理由は準備が間に合わないからです、全体のスケジュールに支障はありません、というふうに今週の定例会議は延期させてくださいという一番痛いところを最初に持ってきた方が絶対いいですよね。逆説の接続詞を使っているというのは冗長な伝え方をしてしまっているという危険なサインなんです。だから私は文章でしかしですがのような逆説の接続詞は基本使うなと言い続けています。最初から一番言いたいことを言えと、報告や共有で相手に物語を読み聞かせるなど、一番使っちゃいけない接続詞はがです。
がという接続詞は順接、逆接、単純な接続にも使われます。だからね、ややこしいんですよ。順接とは先に述べた事項に対して順当の結果を結びつけた関係です。そしてとかその上って意味です。リモートワーク制度を導入しましたが、地方在住の優秀な人材を採用できました。これはリモートワーク制度を導入しましたので、地方在住の優秀な人材を採用できましたという順接です。次に単純な接続、これがね使っている人めちゃくちゃ多いんですよ。先日お送りいただいた見積書ですが、上長の承認がおりました。先日お電話させていただいたご契約書の不備の件なんですが、ご連絡なかったので再度ご連絡をしました。日本人この喋り方しますよね。で最後に逆説、逆説は急ぎましたが間に合いませんでしたみたいな、先ほど説明した通りです。がの接続詞はめちゃくちゃ便利で、とりあえず文をつなげるときに使っときゃいいって感じになってます。言葉をぼかすのが日本人は特に好みます。使いたい気持ちはわかりますけども、文章を書くときはがを使わないでください。どうしても使うとしたら逆説の意味の時だけ使うのがおすすめです。一応言っておくと、私のこの今の話っていうのは口語前提かつストーリーがあるスピーチ原稿なんで、今回私がお伝えしているセオリーを完全に守ってないところがあります。そこはご了承ください。大人がやってはいけない文章の書き方第9位、また加えて、さらに、そして、しかも、その上を使う。これらは順接の接続詞です。私は日本語を勉強しています。また英語も学んでます。彼は音楽の才能があります。加えて美術にも優れています、みたいな情報を加えるときに使います。こういった順接の接続詞、文章で使わないでください。また加えて、さらに、みたいな接続詞を使うと頭が悪い人になります。なぜか、その場の思いつきで適当に書いているように見えるからです。例えば、私が好きな食べ物は激辛麻婆豆腐です。さらに、二郎系ラーメンも好きです。加えて、タイ料理も好きです。という書き方どうでしょう。こういう簡単な例で説明すると、いやいや自分はそんな書き方しないよってみんな思うんですけど、実際文章を書かせてみると、みんなね、さらにとか加えてとかまたとかめちゃくちゃ使うんですよ。先ほどの例であれば次のように書くべきです。私が好きな食べ物は3つあります。1つ目は激辛麻婆豆腐、2つ目は二郎系ラーメン、3つ目はタイ料理です。この方が分かりやすくないですか。あなたはこの言葉を覚えてください。3つあります。この3つありますは便利な言葉です。この話のポイントは3つあります。今日話すトピックは3つあります。理由は3つあります、みたいに使えます。3つありますは文章を分かりやすくまとめる最強の武器です。絶対に使ってください。この3つありますを使わずに仕事をするのは、フルマラソンにドンキホーテで買った1000円のビーチサンダルで出場するようなもんです。明らかに不利。この3つありますって言葉、ちょっと頭いい人ぶってるみたいでコンサルっぽくて嫌がる人もいるんですけど、潔くね使った方がいいです。必ずしも3つである必要はなくて、2つでも4つでもいいんですけど、3つ並べるのが一番バランスが良くなることが多いです。人間は一度に多くのことを覚えられません。30分スピーチしてもほんのちょっとしか覚えられないんですよ。私も去年に2時間のスピーチをしたんですけど、全体を通して伝えるメッセージは1つだけに絞りました。またとかさらにとか順接の接続詞をどんどん使って文章を続けていくと、もうあーだこうだいろいろ書かれていて、結局何が言いたいかわからんってなってしまいます。3つポイントがありますということで、あ、この話は3つだけ覚えたらいいんだと伝えることができます。伝えたい相手の脳に受け入れ体制が整うんです。みんな勘違いしてるんですよ。本当に自分が言いたいこと、伝えたいことって何個あるんだろうと、って考えてしまうんですけど、違うんです。本当に伝えたいことが何個あるかなんて関係なくて、3つだけ絞って伝えると最初に決めてしまうんです。何でもかんでも言いたいことを言うんじゃなくて、自分の都合よりも相手の都合を優先する、それが伝えるということです。また加えて、さらに、そして、しかも、その上のような順接の接続詞は文章で使わないでください。大人がやってはいけない文章の書き方第8位、文面が過度に丁寧すぎる。ご多忙のところ大変恐れ入りますが、ご相談させていただけますと幸いでございます。お打ち合わせのおまとめをお送りいたします。お手すきの際にご確認いただければ幸いと存じますが、いかがでしょうか。このような遠回しでガチガチに固いメールやチャットを送ってしまっていませんか。今すぐやめてください。何にでもおやごをつけたり、語尾をやたらとございますにしたり、過剰な丁寧な言葉を並べた文章、これは丁寧どころか読み手に卑屈で固い印象を与えます。送る側も送られる側も緊張します。はっきり言って全員が損してます。そんなバカ丁寧に書くよりも簡潔に書いた方がいいんです。例えば、先日はお忙しい中お打ち合わせにお時間を割いていただき誠にありがとうございました。今後の業務進捗に関しまして下記の通りご報告申し上げますので、お忙しいともお手数をかけてしまい大変恐縮でございますが、何卒ご確認いただきますようお願い申し上げますと書くよりも、先日の打ち合わせありがとうございました、下記業務進捗のご確認をお願いしますとさらっと書いた方がずっと頭に入ってきますよね。書いてること全く同じ内容です。書く時間も読む時間も短く、お互いにとっていいことしかありません。少しでも丁寧な文章を書いて何が悪いんだと、
相手を不快にさせない文章を作ることが気遣いだろうと思う人いるかもしれませんけど、私から言わせればバカ丁寧な文章を送ることよりもスピーディーに読むだけでスッと頭に入ってくる文章を作ることの方がよっぽど気遣いがあります。ですますで終わらせられる部分をあえてございます申し上げますにする必要はありません。お待ち申し上げております。申し上げるな。お待ちしてますで OK です。ご連絡くださいますようお願い申し上げます。長い。ご連絡くださいで十分。ご確認させていただきます。させるな。いただくな。確認しますで大丈夫です。世の中の大人には最大限丁寧な伝え方をするのが良い仕事だと勘違いしている人がいます。正しい日本語にめちゃくちゃこだわる人もいます。どちらもダメではないんですけど、丁寧さや正確さにこだわりまくる人は正しさの奴隷です。そんな人は何も価値を生み出しません。一生丁寧な言葉を使い続けて、そのうち寿命が来ます。相手に伝わればいいんです。私は22歳で起業しましたから、経営者とメールでやり取りするときに緊張してバカ丁寧な文章を送っていましたけど、どの経営者からも来る返事はさらっと OK です、また会おう、役員に話しとくねみたいな超カジュアルな短い文面でした。誰に送ってもそうでした。びっくりマークガンガン使います。カジュアルでレスが早いです。私が若手だったからカジュアルな対応されたっていうのはもちろんあると思いますけど、これまで仕事ができる人でバカ丁寧な言葉遣いで文章を書く人を未だに見たことがありません。意味がないんです。過度に丁寧な文章はやめましょう。大人がやってはいけない文章の書き方第7位、小学生作文を書く。小学生作文とは、今日は7時に起きました、パンと牛乳を朝ごはんに食べました、学校へ歩いて行きました、授業で先生が新しい算数の問題を出しました、放課後友達と公園でサッカーしました、みたいな感じで起きたことを時系列で書いていくのが小学生作文です。小学生作文を仕事の場面で使うとこのような感じになります。ちょっとね長ったらしいんで早回しにします。先週の木曜日にプロジェクトチームが集まり、今後のタスク管理の方法について議論しました。その結果、タスク管理ツールを導入するのが有効だという意見が出ました。それからいくつかのタスク管理ツールについて調査を行い、その中で一番適切なものを選ぶことになりました。最も適切なツールを選ぶため、機能や価格など比較検討しました。そして最終的に2つのツールに絞り込み、それぞれの長所の短所を比較しました。その結果、タスクツール A を導入したいと考えました。タスクツール A は価格や使いやすさで他のツールよりも優れており適切だと判断しました。タスクツール A を導入しても良いか相談したいです。スーピースーピースン。眠すぎる。冒頭からダラダラとこれまでの道のりを全部聞かされて、で最後の最後に本題、これはさすがに寝ます。小学生作文を書いているのは小学生までです。大人はみんな忙しいんで、そんな書き方しても読んでくれません。特に組織では上の役職者になればなるほど短い時間で膨大な情報を処理していくことが求められます。やるべきことは一つです。ピラミッド構造を作りましょう。ピラミッド構造とは、文章の冒頭に主張である結論を置いて、その後に理由や根拠を示すことで主張を補強していく文章の書き方の一つです。一番伝えたいことは何なのか、その根拠はを端的に書いていきます。先ほどの文章をピラミッド構造を用いて書いてみましょう。先日の会議でプロジェクトチームでタスク管理ツールを導入することが決定しました。どのツールを導入するか提案したいです。以下ご確認お願いします。結論、タスク管理ツール、タスクツール A を導入したいです。その下に理由、その下に根拠、最後にもう一度タスク管理ツール A を導入したいという結論。こうすることで劇的に分かりやすいですよね。上司からするとそれでの一言で仕事を進めることができます。それでと相手に言わせるのが優秀な人材の証です。起きたことを時系列でつらつらと書き並べる小学生作文は一生書かないようにしましょう。大人がやってはいけない文章の書き方第6位、矢印を使う。この矢印、文章で対応する人めちゃくちゃいますけど、やめた方がいいです。なぜかというと、ほとんどの人が使い方を間違っているからです。例えばこんな感じです。完全簡易性サウナ&バー、バーサウナを運営、2023年にオープン、オリラジ藤森氏監修、オープン前に9500万円集める。このように矢印で整理している人見たことありませんか？とりあえず矢印を書いとけばなんかそれっぽい。ダメです。矢印ってのはめちゃくちゃ汎用性が高いんで使いがちなんですけど、安易に使うとその矢印がどんな意味を持っているのかが分からなくなってしまいます。この矢印を使うときは因果関係を表すときだけに限定すべきなんです。 A という事象が発生した、その結果 B になったみたいな感じです。カレーをこぼした結果 T シャツが汚れたみたいな感じで、因果を表すとき以外は使わないでください。ちなみに私はもう矢印はよく意味が分からなくなるので使わないようにしてます。大人がやってはいけない文章の書き方第5位、見出しと関係ないことを本文に書く。こちらの例を見てください。ショートカットキーで作業効率アップ。ショートカットキーを活用するとパソコン作業の効率アップができます。例えば文章作成の際にコピー&ペースト、保存など操作をキーボードだけで素早く行います。複数のモニターを使うと情報を一度に多く確認でき、より作業効率が上がります。この文章のダメなところは、ショートカットキーの話の中に複数のモニターの話が紛れ込んでいるところです。ショートカットキー
キーで作業効率アップって見出しを作ったんだったら、それ以外の話をしたらダメなんです。文章を書くときの絶対的な原則、概論から各論、大事なんでもう一回言います。概論から各論、これからこんな話をしますよと最初に言ってから細かい話をするんです。これからこんな話をするよって言った後に別の話を入れたら絶対にダメなんですよ。この概論から各論の法則はタイトルとその記事全体の関係もそうですし、一つの見出しと見出しの中の本文の関係、常に概論から各論に流れてないといけません。大きな話から小さい話をしていく。もしどうしても見出しとかタイトルとは直接関係ないことを書く場合は、少し脱線しますが、今回のテーマとはそれますがとクッション言葉を使ってください。大人がやってはいけない文章の書き方第4位、結論の抽象度が高すぎてただの机上の空論。ここで言う結論というのは、結局最後に誰がどう動くのかというアクションプランのことです。プライベートの雑談を除いて、コミュニケーションというのは何か意思決定をするために行われているはずです。抽象度の高い結論、全て無意味です。効率的なタスク管理をする、顧客満足度を上げる、率先して行動する、明日から意識します、次から気をつけます、以降徹底します、頑張ります、こういった言葉は全部無意味です。私はこういう抽象的な言葉を聞くと、何も言ってない、何も考えてない、逃げてるとみなします。こんな抽象的な言葉で人を動かせるなら苦労はしませんよ。例えば私が誰かに人生を幸せにしましょうと伝えて、その人が明日からめちゃくちゃ幸せになるのか、幸せな行動を取り続けるのか、そんなわけありませんよね。抽象的な言葉というのはいくらでも解釈できて便利です。いくらでも解釈できるがゆえに人は何もしないんです。特に新人の日報報告書に多いです。上司の何々さんの仕事を見て、自分もこうすべきだったと学びを得ましたので、今後意識したいと思います。こういう書き方よくしますよね。無意味無価値です。ただそれっぽいことを書いてるかさ増しです。アクションというのは具体的に誰がいつまでに何をするのか、全て具体的じゃなければいけません。先ほどの例をいくつか改善するなら、効率的なタスク管理を行うではなく、来月1日からチームでタスク管理ツールを導入し、リーダーが毎朝9時に進捗状況を確認する、タスク管理の責任者は A さんがやる、顧客満足度を上げるじゃなく、顧客の誕生日や記念日にマネージャーから手書きのメッセージを送る、施策は来週月曜日から B さんが担当者でやる。こうやって具体的に決めないと何も変わりません。具体的な結論にするために次の3つをチェックしてください。できたかどうか後で検証できること、やったかやってないか曖昧になるものはダメです。数字が入っていること、具体的な結論には絶対数字が入ります。責任者が明確であること、誰が一体それをやるのか曖昧にしないでください。大人がやってはいけない文章の書き方第3位、とりあえず箇条書きにする。何でもかんでも箇条書きで書く人がいます。やめてください。箇条書き形式が一般的に悪いというわけじゃないんです。例えばドラッグストアに買い物を頼まれた時に、買い物するリストとしてこういうメモが送られてきたとします。こういうシンプルな並列な情報を並べる箇条書きは便利でいいですよね。問題ないです。だからみんな日常的に使ってるんですけど、気をつけなければいけません。とりあえず何でも箇条書きで書けばいいやと思っていると頭が悪くなります。例えば会議の議事録、仕事の企画提案、上司へ送る文書、複雑な情報を整理するときに、とりあえず箇条書きで書き始めてはいけません。どうしてダメかというと、構造化しながら情報を整理していくということができなくなるからです。箇条書きって綺麗にまとめた気になるんですけど、実際は点をつけて構造化することをサボって、思考停止で全ての文章を並列にまとめているだけです。しかも並列ではなくて並列風です。例えば議事録で次のような箇条書きメモを書く人がいます。売上の現状は昨年比マイナス 10%、 理由は競合他社の活動が活発になっているから、景気の悪化も少し関係している。具体的な対策は新規顧客獲得のためにプロモーション促進、既存の顧客に対するアップセルもする、広告予算は300万円。これは絶対にやってはいけない思考停止箇条書き文章です。文章はどう構造化するかを考えながら書きましょう。構造化とは大見出し、見出し、込み出しのように見出しを入れ子にして情報をまとめることです。私は構造化するときはいつも四角、二重丸、点の順に3階層の入れ子にしています。このルールに基づいて文章を構造化するとこのようになります。売上の現状という見出しの中に昨年比と理由を書く、対策の中に具体案と広告予算を書く。このように書いた方が構造化されていて見やすいはずです。とりあえず箇条書きで書くというのは、構造化されていなくて分かりにくい文章を書いているにもかかわらず点がついているだけで、書いた本人が整理して書いている気分になってしまう危険なツールです。今日からとりあえず箇条書きは封印して、四角二重丸で構造化した文章を書いていきましょう。例えばあなたが会議中の議事録係なら、構造化しながらメモを取ることで会議に参加している人が今何について話しているのか、常に同じ方向を向いて議論することができるようになります。
大人がやってはいけない文章の書き方第2位、タイトルに何々についてを使う、何々についてというタイトルのメールやチャットの文章を見たことありませんか？社員旅行について、月曜日の定例会議について、会議の名前でも何とかについてよく見かけます。私の部下の前職では全てのメールのタイトルが何とかについてだったと聞きました。あなたはこれから死ぬまでタイトルに何とかについてをつけないでください。もしつけたら私があなたの家まで行きます。タイトルに何とかについてを使ってはいけない理由はタイトルを見ただけで何を言いたいかわからないからです。例を見てもらうと分かりやすいと思います。次に挙げるメールのタイトル、何を言いたいのか分かりやすいのはどっちですか？社員旅行について、なんか社員旅行に関して話すんだろうなって感じです。こう書いてあるどうでしょう？相談、社員旅行のスケジュールを決めたいです。圧倒的に後者の方が分かりやすいですよね。社員旅行についてだと抽象的すぎて何が書いてあるのか全く予測することはできません。相談、社員旅行のスケジュールを決めたいですだと具体性がぐっと高まったことで、あ、これから社員旅行のスケジュールを決めるための文章を書いてあるんだなと予測することができます。なんとかについては逃げです。何を決めるべきなのか、テーマを見極めるという仕事を放棄してそれっぽくまとめるための逃げ言葉がなんとかについてです。社内でなんとかについてはもう禁止にしてください。ぼかして逃げるなと。相談なのか共有なのか報告なのか提案なのかはっきりしましょう。仕事であれば何か文章を送るときはタイトルの最初に墨括弧をつけて、相談、共有、提案、報告、依頼、このどれかを入れることをルールにしてください。共有、今週の広告成果レポート、依頼、社内アンケートへの回答をお願いします、提案、来月プロジェクトが終わったらチームで打ち上げに行きませんかみたいな感じです。これ絶対にやってください。ではここでお知らせです。私はこれまで6万名以上が受講したプログラミングスクールテックキャンプを運営しています。テクノロジーが進んでいる世界の中でプログラミングができる人の人材需要はどんどん高くなってます。企業がエンジニアを欲しがってます。未経験から IT 業界に行きたい方、キャリアアップしたい方、収入アップを目指したい方、将来副業もしたい方、そんな方にはプログラミングスキルを身につけることを本当にお勧めしたいです。テックキャンプを受講して IT エンジニアになった多くの人がその後のキャリアで年収アップを実現しています。中には年収1000万を超える人もいます。毎日無料カウンセリングやってますので、少しでも興味を持ってくれた方はぜひ概要欄のリンクからお越しください。大人がやってはいけない文章の書き方第1位、自分の意見が入った提案になっていない文章。第2位の最後に相談、共有、提案、報告、依頼、こういった言葉のどれかを入れることをルールにしようと話しました。この中で最も使うべき価値ある2文字はどれでしょうか？答えは提案です。私はこうしたらいいと思いますという提案こそが最も価値がある文章なんです。例えば共有、今月の売上はキャンペーンが好調で前月比 10% 増加しましたとただ共有して終わるよりも、提案、現在実施中のキャンペーンの延長、今月の売上は前月比 10% 増加しました、来月さらに売上を伸ばすために現在好調のキャンペーンを延長した方がいいと思います、継続することで売上が上がると考える理由は以下3つですというように自分の意見を入れて提案すべきなんです。でもみんな提案ができません。自分はこれがいいと思いますと伝えることができません。なぜみんな提案ができないのか、理由は2つあります。1つ目、間違ったらどうしようと怖いから提案するのは怖いです。これがいいですと言ってもし間違ってたらどうしようか、バカにされたらどうしようとビビってしまいます。みんなで旅行に行く場所を決めようとしている時に、私韓国に行きたい、韓国料理好きだからっていうの怖いです。だって韓国料理嫌いな人いるかもしれない、韓国何度も行って飽きてる人いるかもしれない。自分の意見を言うということは誰かに反対されるということです。仕事でも積極的に自分の意見を言うとそれは間違っていると指摘されます。何も提案しない人よりもはるかにマシだし、新しく学んで前に進んでいるはずなのに、なんだか提案した方が損したような気持ちになります。あ、嫌な思いをするならもう黙っておいた方がいいのかなと思ってしまうんです。2つ目、考えるのが大変で面倒だから、人の意見にダメ出しをしたり疑問や懸念点ぶつけるのめちゃくちゃ簡単なんです。上げ足を取り続ければいいんですから。世の中に絶対にこれがいいという選択肢ありません。マクドナルドとモスバーガー、吉野家とすき家、それぞれ良し悪しがあります。世の中全部そうなんです。仕事の決断も絶対にこっちがいいという状態にならないからこそメリットデメリットを考え抜かないといけません。自分の意見を持つというのはダメ出し、上げ足取りに比べたら大変労力がかかります。もし間違ってたらどうしようと考える必要があるからです。今言った理由で提案するのは怖いから9割のビジネスパーソンは自分の意見を伝えるということが全くできていません。自分の意見を伝えようと口酸っぱく言っている私の部下でさえも時にはできてないことがあります。ちょうど最近も出勤途中に買い物をお願いした時に電話かかってきて、商品 ABC どれがいいですかと聞かれました。私は指摘しました。どれがいいですかではなくて、私は A がいいと思います、理由はこうですでしょと。あなたの書いている文章に自分の意見はありますか？ただ事実を整理するだけになっていませんか？自分ならどうするのかを考え続けている人とただ言われたことだけをやっている人、大きな差がつきます。起業した人はもっともっと優秀なのにもっと優秀になっていきます。なぜか、
白紙の状態で自分ならどうするのかを考え続けないといけない環境に身を置くことになるからです。言われたことをただこなしているだけのサラリーマンとは思考の量と深さが全く違います。私は断言できます。提案文を書けば書くほど市場価値は上がります。もちろん口頭でも積極的に提案すべきですけど、口頭で優れた提案をするというのは底の浅い思いつきになりやすくて難易度は高いので、文章を書くことを強くお勧めします。でも一体どうやったら恐怖と面倒くささを乗り越えて常に自分の意見を書くことができるのか、伝えることができるのか、その問いに答えるためにはあなたがどんな人生にしたいのかに答えてもらわないといけません。少し私の話をさせてください。私はずっと人と違う生き方をしたいと思っていました。父親は自営業だったし、会社で勤めるイメージも湧かなくて、なんかでかいことしたいなと漠然と思いを持って18歳で東京に来ました。なんか人と違うことをやりたいなと思って投資をやってみたり、ビジネスプランコンテストに出てみたり、プログラミングを学んでみたり、いろんなことをやりました。周りにそんなことやってる人は少なくて、仲良かった友達とは会わなくなってどんどん孤独になっていきました。人と違う人生を生きるには自分はこれがやりたいんだと意思表明しないと何も始まりません。人間一人では何もできませんから、誰かに助けてもらわないといけません。人に助けてもらう時も、私はこれがやりたいんですと提案する必要があります。人生で自分が本当にやりたいこと分かりませんでした。分からなかったから、とりあえず今これが面白そうだと思うことを見つけて一生懸命やってみました。こんなウェブサービスを作りたいと思ったら、いろんなところでその話をしました。そうするといつもバカにされました。友達からはお前意識高いなと言われ、インターン先で会った先輩に起業したいです、こんなサービス作りたいですって言ったら、もっと実力つけないと失敗するよと言われました。プログラミング教えてくれた同世代の人に、あいつは技術力も大してないくせにサービス作ろうとしてて絶対にうまくいかないと陰口を言われたこともありました。おかしいなと思いました。私はこれをやりたいって言ってるだけで誰にも迷惑をかけてないはずです。なんで笑われるんだろう。自分でやりたいことがあるだけでなんでバカにされなきゃいけないんだろう。でも誰に何と言われても、私は人に言われたことだけをやる人生にはしたくなかった。自分はこれをやりたいという提案をし続けました。バカにされても否定されても悔しい思いをしても、ものすごい優秀な同世代の人に会って落ち込むことがあっても、とにかく提案、自分はこうしたらいいと思う。勢いで会社を起こして何度も失敗して仲間がいなくなっても、次私はこれをやりたいと言い続けてきました。私の提案はバカなアイデアも多かったけど、提案して行動した分だけたくさんのことを学んで少しずつ結果が出るようになっていきました。会社も大きくなりました。 YouTube を始めてからもずっと提案を続けています。時には反対のご意見や心ないコメントをもらうこともありますけど、誰に何と言われたとしてもそこから謙虚に学んでこうしたらどうだろうかと提案を続けています。私の YouTube の発信は何かの受け売りではありません。もちろんたくさんの素晴らしい先人たちの影響を受けてますけど、そのままではありません。原稿も全て自分で作り、全て自分の言葉で考えを伝えています。いろんな考えがあるよねじゃなくて、私はこう思うと皆さんに伝えているんです。過去には事実無根のたくさんのひどいことを言われた時期もありました。そんな厳しい時期も乗り越えて批判も恐れず、なぜ私はこれがやりたい、これがいいと思うと提案を続けられるのか、自分の意見を伝える生き方を選んだからです。先人の知恵や誰かのハウツーを学ぶこと、これはもちろん大事。でもそれだけで終わりたくない。一度の人生、自分なりの付加価値を少しでも残して死にたい。そんなに頭が良くなくても、自分だけが知ってる専門分野がなくても、何かちょっとでも自分なりの付加価値をつけたい。この動画もただググったら出てくる文章の書き方を教えるんじゃなくて、私の知識と体験に基づいたどこを探しても出てこないような価値ある情報をお届けしたい。皆さんの人生にサプライズを届けたい、そう思ってます。あなたはどんな生き方をしたいですか？私は私の人生を生きることしかできません。私の生き方はあなたの正解ではありません。あなたが決断しなければならないんです。あなたはなぜ生きるのか、人生の残り限られた時間をどう使うのか、全てあなたが今この瞬間に決めることができます。あなたはきっと何かスキルを身につけようとこの動画を見てくれたのだと思います。スキルは大事です。でも一番見直すべきはあなたの信念です。あなたの人生を変えるのはスキルではなくて信念なんです。私もあなたもいつか死にます。その日が来るまでどんな生き方にしたいですか？あなたが今の人生に納得していないなら、あなたが信念を持っていないか、持っているのに自分に嘘をついて生きているのか、そのどちらかです。私はあらゆる人生観をリスペクトした上で言います。言われたことをやるだけじゃない、提案する生き方を始めませんか？あなたがいるからこその付加価値を出していきましょう。だってその方が清々しいじゃないですか。出る杭打たれるし、バカにされるし、失敗するけど、他人の顔色をいつも気にして自分のやりたいことを押し殺すよりも、ちゃんと自分のやりたいことを言って自分は逃げずに自分のやりたいことを全力でやったと自分を誇れる方が人生気持ちいいじゃないですか。提案する人だけが学ぶことができます。自分の考えを伝えない人はずっと分かったふりを続けているだけで、本当は何も分かっていません。私は何百本も動画を撮ってきて、毎日インサイドストーリーズで配信して、今でも毎日気づきがあります。こうしたらいいと思うと伝えようとすると、自分がそのことに対して全く知らなかったことに気づくんです。
です。提案を続ければ人よりたくさんのことを学び、やがて必ず道は開けます。あなたの考えを伝えてください。どうしたらいいですかじゃなくて、あなたはどうしたいのか、今日から提案していきましょう。ということで、最後まで見てくれて本当にありがとうございます。私は YouTube だけじゃなくてインサイドストーリーズという月額サービスもやってます。一日一つ魂を込めて記事上げてます。ぜひ1週間無料試してみてください。きっとお役に立てるはずです。私が着てるこちらワークやスーツと言います。シワが寄らない、丸洗いできる専用クーポン概要欄にあります。もう1年以上課金し続けているホームワイン、美味しいワインを飲みながらワインの知識を身につけることができます。こちらも激推しのサービスなのでお試しください。では今日の話を復習していきましょう。絶対やめろ、大人がやってはいけない文章の書き方、第10位、しかし、が、ですが、を使う。第9位、また、加えて、さらに、そして、しかも、その上、を使う。第8位、文面が過度に丁寧すぎる。第7位、小学生作文を書く。第6位、矢印を使う。第5位、見出しと関係ないことを本文に書く。第4位、結論の抽象度が高すぎて、ただの机上の空論。第3位、とりあえず箇条書きにする。第2位、タイトルに何々についてを使う。第1位、自分の意見が入った提案になっていない文章。では最後は見てくれて本当にありがとうございます。今回の動画面白かった、役に立ったと思ってくださった方は、ぜひ高評価コメントしていただけると嬉しいです。チャンネル登録も忘れずにお願いします。スーパーサンクスの励みになります。これからも人生にサプライズをテーマに動画を上げていきますので、応援よろしくお願いします。よかったらもう一度もご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。おまけトークです。視聴者の方の中で熟成バスクチーズケーキを作ってらっしゃる方がいて、で私の紹介してるあのダンボールカッターとか商品とかよく使ってるらしいんですけど、そのバスクチーズケーキを送ってくださって、よかったら食べてみてくださいということで、なんか熟成させてるっていうのは結構ユニークらしくて、食べてみたんですけどめちゃくちゃ美味しかったですね。多分僕が知る人生食べたこういうチーズケーキ系の中で一番僕は美味しかったんで、この熟成させることでグルタミン酸、旨味成分が 1.8 倍になるらしいんですよ。確かに感じたことないようなコクがありました。これ案件でも何でもなくて本当に美味しかったんで、皆さんも食べてくださいねということで紹介してます。概要欄に買ってますんで、よかったら食べてみてください。バイバイ。